開湯110年を迎える阿蘇内巻温泉では、今年も温泉感謝祭と題して様々な催しが行われています。昭和7年与謝野鉄幹晶子夫妻が訪れた旅館蘇山郷では、7月28日に晶子祭りが開催されました。参加者は庭園に建てられた区碑に代わる代わる感謝の水を捧げ、夫妻が宿泊した当時そのままに残されている杉の間で与謝野夫妻にまつわるお話を楽しみました。8月1日には内巻温泉にあるホテル旅館や町湯の温泉水を持ち寄って温泉神事が執り行われました。薬師地蔵堂には温泉水で満たしたたくさんの桶が並び、この自然の恵みへの感謝の気持ちを込めてご本尊に玉串が奉天されました。8月11日月曜日には10軒のホテル旅館内の温泉が無料開放されます。